こんにちは、速稼塾の久保です。まあ男女の違いでですね、恋愛のスピードの違いっていうのが出てくると思うんですけども、単純に考えてね、まあ、高校生ぐらいの女の子になると、年頃になると、まあいろんな年代の男性からいろいろとね、気持ちを伝えられる機会って増えると思うんですよ。で、それだけで女性は成熟が早いと言えるんですよね。もしかしたら、デートをしましたよ、そんな経験がありますよって方が女の子の中で中学生から始まってるかもしれませんし、一定のね、まあ性関係をちょっとねしてしまったよって方が高校生の女の子だったらちょっとね出てくるのかもしれませんよね。まあ、そうなると男性に対する警戒心とか異性に対する感情とかっていうのも進んでくると思いますし、まあその他ね、男性ってのはどういうふうに自分に接してくれるのかな、そして他の女性にはどういうふうに思ってるのかなっていうふうなことも考えると思うんですよ。まあ例えばね、なんか自分の男性の視線が自分に集まってるかなどうかなっていうのを結構感じてらっしゃったりとかね、男性の目線が自分のどこに向けられてるかってことも意識するんですよ。だからバレてないと思ってる男性ちょっとやばいですよ。バレてますからね。で、念踏みされてるってことなんですよね。それに引き換え男性は女の子から告白されるようなことって滅多に中学も高校もないと思うんですよ。そうなると恋愛の最初のステップっていうのがだいぶ女性に比べるとね遅くなりますし、そうなると女性に対する考え方も未成熟のまんまもしかしたら二十歳前後を迎えるのかなと思います。そしてやっぱりね、一番大きいのはお金の支払いに関してなんですよ、ね、やっぱり女の子とデートするときって基本的に男性払うんですけども、でも中学生高校生の時ってそれなかなかできないですよね。で、20代で社会に出て稼ぎ始めても結構きつくないですか。そうなると、まあ男性は若いうちは割り勘とかになっちゃうんですよ。でも同じ年代の男性女性だったらそうなっても、年代が違って例えば30代40代の男性が20代ぐらいのね、もしくは10代の女性と一緒にいる時って大体年かさもあるんで、ね、男性の方が払えますよね。そうなってくると、だいぶね、男性も年代によって考えることのペースって変わってくると思うんですよ。さあ、今回はですね、いろいろ話しましたけども、実際に女性がね、20代の女性がどのぐらい年の差恋愛を望んでいるのか、どのぐらいの年代差だったら OK と思っているのか、プラス、どのくらいのスピードで、まあ恋愛から結婚にたどり着きたいと思っているのか、その辺をね、一つのデータを見ながら皆さんと考えていこうと思いますんで、画像を切り替えてこちらをご覧ください。はい。まずね、タイトルでありますけども、11歳年以上の年の差婚、20から30代女性の10人に1人ということなんで、10歳以上の年齢差があっても全然 OK ですよって方が、10人から1人、10人のうち1人ってことなんで 10%。で、30代の男性の5人に1人が年の差恋愛を希望ということですね。で、40代になっても年の差恋愛を必然的に希望する方は男性では増えるんですよ。で、問題は、女性の20代の方がね、どのぐらい10歳とか20歳離れている自分なんかに恋愛感情を抱いてくれるだろうかってことなんですけども、これ読んでみましょう。まあ、いろいろとデータが出てます。20から49歳の結婚を希望する未婚男女1120人を対象に今回はレポートされています。一応ね、市場調査の標準的、標本年人数っていうのは2000人なんで、その半分ぐらいですから、まあ参考程度にね思っておいてください。でもきちんとデータ調べてますんでそれなりに正確だと思います。はい、ここにありますよね、男性の結婚観。まあこれはちょっと抜きましょう。今回注目するのは女性の結婚観ですからね。ここに書いてます。20代女性の約2割、30代女性の約半数以上が1年以内の結婚を希望ということでね、40代男性の皆さん、あなたの心を焦がれている20代の女性は2割の方がね、1年以内に結婚したいと思ってます。ですんで、出会いから結婚まで、もしくは結婚の内定までが、1年で勝負がつくってことなんですよ。ね、今彼女がいなくても、1年後の今日は、もしかしたら結婚式をやってるかもしれないですよ。40代の男性、20代の女性に対してアプローチ、ね、急いでください。すぐに他の人が結婚しちゃいますよ。はい。で、30代女性の半数以上が1年以内の結婚希望なんで、30代女性にもし思いを込めているんだったら、もしかしてすぐに告白しないと、他の人が告白したら、半年後には結婚してるかもしれないですよ。
ね、そのぐらいのスピード感で女性は待っているってことなんですよ。はい。で、20代女性の約6割が年上男性との結婚を希望している。ね。30代女性は結婚相手の年齢の希望なし。つまり、年下でもいいわよっていう人が出始めるんですよ。なんで難しいことを考えるんですかね。はい。20代女性のおよそ2人に1人が6歳以上の年の差婚を希望。ね。6歳以上の年の差婚を希望している方が2人に1人 50% なんで、だから20代と30代の恋愛ってのは大いにあり得るってことなんですよ。でもこの動画を見てらっしゃる方はおそらく40代以上ですから、40代、50代になった自分と20代の女性が本当にね、恋愛関係になれるのか結婚できるのかってところに興味があると思います。じゃあ逆算して20代の女性に聞きたいんですけども、何人中何人がね、40代もしくは50代の人と恋愛したり結婚したりってことができると思ってるかってことなんですよね。はい。それをちょっと進めていきましょう。この辺にはないですからね。この辺どうですかね？この辺。はい。20代女性の約2割、30代女性の半数以上が1年以内の結婚希望。それはね、先ほど読みましたよね。年の差、年の差ですよ。年代別結婚相手の希望年齢です。ここです。20代女性のおよそ2人に1人が6歳以上の年の差を希望している。それはわかりましたと。じゃあね、6歳以上じゃなくて、10歳以上とか20歳以上は、どのぐらいいるんだってことなんですけども、結論言うとね、1割ぐらいなんですよ。20代女性の1割ぐらいの方が、10歳、もしくは20歳離れている男性とでも大丈夫ですよと。うん、年齢とか気にしないですよってことですよね。そういうことを言ってくれてます。ね、すごいでしょ。20代、30代女性のおよそ10人に1人が、11歳以上の年の差婚を希望してるんですよ。仕方なく、どっちでもいいわよじゃなくて、11歳以上がいいです。いう方が10人1人です。ね。で、話や波長が合えば年齢は気にしない。年齢は特に関係ない。といった意見が上がってる。10人に1人ですけどもね。だから単純に言って、10人にアタックすれば、1人は年齢の問題は関係ないわよって言ってくれますんで、原因は他にあるってことですよね。あなたの話が面白くないのか、年収が低いのか、なんかだらしない格好してるのかってところの、まさに人間の中身のことになってきます。年齢を言われちゃうと、もうね、どうしようもないよねって方でも、10人中1人は OK なわけですから。じゃあ、10人中1人の、その OK の人をせっかく、眼中に入れたのに、ね、自分の体がだらしないからとかね、体力がないからとか、お金がないからとかね、なんか、話が面白くないからみたいな、どうにでも努力でできる部分で、振り落とされたら、むちゃくちゃ悔しいじゃないですか。だから、頑張ってできる部分は、もうやっときましょう、1人のうちに。ということがね、今回申し上げたいことですね。あ、データ終わっちゃいましたね。うん、終わり。データの方は終わりです。はい、じゃあ、重ねてのことになりますけども、40代とか50代の男性、20代の女性と恋愛する可能性は十分あります。ヒット率は 10% です。ですんで、アタックして、最初の1人目に10人中1人が来るかもしれませんけども、平均すると、10人の女の子にアタックすると、1人は年齢とか全然関係ないですよって言ってくれますので、その他の問題がどうかなってことになってきます。ですので、年齢を気にするよりもね、年齢以外の自分の力でどうにでもできることをしっかりと整えて、あとは10人に1人の確率を狙っていけば、あなたは1年以内に結婚できるということになります。なぜなら、女性は1年以内の結婚を希望してるからなんですよ。データを見て、女性の素直な気持ちを聞いてみれば、回答は簡単に導き出せますよね。でもね、告白するのに、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月とうじうじしていれば、1年なんてあっという間に経っちゃいますよ。じゃあ、仮に今月告白して、半年、ずっとね、抱いていた思いを告白しました。OK です、なりました。だったら最初から言っとけよって。半年間何だったんだよ、話になりますよね。だからね、時間は本当に過ぎていきますんで、うかうかしてる暇はないですよ。特に10人に1人は、年の差があっても OK っていうわけですから。最初の1人でね、躊躇していたら、その10人の1人にたどり着く前に、あなたが今度50とか60になっちゃいますよって話なんですよ。相手の女性も、その時は20代だったのに、30代とか40代になっちゃうでしょってことなんですよ。だから時間大事にしましょうってことなんですよ。ダメだったら次に行けばいいじゃないですか。次の人はまだ20代で待ってくれますよ。でも、一人の人に告白するのに2年も3年もかけちゃうと、今せっかくね、次に告白しようと思っていた2番手3番手が20代でも、
すぐに30代40代になっちゃうんですよ。いや、そういうふうに時間をきっちりと大切に使っていけば恋愛のうまくいく可能性はどんどん上がるということでございます。ビジネスも一緒ですよね。人生に寿命がある限りはスピードは永遠の課題です。迷ってるうちは何にも決断できません。行動してから決断しましょう、ね、まずはアクションを起こしてから、それから考えればいいじゃないですか。じゃあ、いってらっしゃい。